ことぶきみなこのパンパンマジことぶきということで、今回はイギリスでも超有名なあの場所に来てます。こちらです、バッキンガム宮殿です。今回はただそのバッキンガムパレスの外側を見に来ただけじゃなくて、中にあるザガーデンに行くことができるので、今日はそのガーデンの様子をお届けしたいと思いますので、チェックアウト。マジことぶき、入り口がですね、さっきのメインでバッキンガム宮殿ってところからちょこっと歩いたところ、はい、こちらになります。入場したら真っ先に女王と、そしてそのパレスのグッズ女王が大好きなコーギー、かわいい。ピクニック用品もありますね。今あの飛行機に乗る前にやるセキュリティチェックみたいなのを終えて、中にちょっとずつ入ってます。こういったグリーンの中を抜けて、うわー、こんなに緑が広がってるのか、すごい。ショップレストランみたいな感じですかね、カフェなのかな。あ、お土産屋さん、先ほどのようなお土産屋さんもありつつ、もっと奥にはカフェとかいろいろあるそうです。なんかロイヤル、すごいロイヤル、やばい。うわー、バッキンガム宮殿の反対側、この公園でのんびりしたいと思います。マジことぶき、こんな感じでカフェもあるようで、ここのカップがあのブルーのやつめっちゃ可愛いので、ゲットしてからのんびりしたいと思います。見てください、可愛くないですか。これラテなんですけど、この素敵なブルーにですね、ガーデンカフェバッキンガムパレスというふうに書かれていて、テンション上がる。これでのんびり過ごせますね。うん、みんなゴロゴロしたり思い思いに過ごしてて素敵です。あの先にも素敵なガーデンがきっと続いてるんでしょうね。後でお腹を満たしたら行きたいと思います。このオックスフォードで買った可愛いアリスの袋にですね、いろいろ入れてきたので食べます。あの今巻いてるから見た目があれなんですけど、サンドイッチ的な感じで生ハムのクリームチーズとかが入ったサンドイッチとか、もうこれは私の幸せの実、マスカットが大量に入ってます。あとはやっぱイギリスといったらチップスかなと思いました。これ可愛くないですか、スイートチリ&オニオン、どんな味か分かんないんだけど、これも買ってみました。味も薄めなので食べやすい。この骨自体がね、素材がすごい味がしっかりしてて美味しいです。癖になる。あとはぶどうですねもう宝石のように綺麗なんです。うん、ジューシー、本当ジューシー、美味しい。ずっと食べてた。マジことぶき。あっちの方とかはですね、撮影禁止のエリアとかもあったりとかしたので、ちょっとベンチに座って
最後のエンディングコメント取りたいと思います。はい、ということでご覧いただきましたことぶきみなこのパンパンマジことぶき、ありがとうございます。私は今バッキンガム宮殿の中でこのエンディングコメントを取っているんですけれども、なんて言うんでしょうかね、なんかいるだけで優雅な気持ちになれるというか、本当に何なんでしょうね、ここに入った時からスタッフさんたちもすごく優しいからっていうのもあるのか、みんなねハーイとかハローって言ってくれるから、なんかねすごく挨拶もしたいし笑顔になるしっていうのが、これがなんかロイヤルのパワーなんでしょうか、本当にすごいなというふうに実感しました。てかこれが庭なのかって思うとね、すごいですよね、これ毎日見れるんだと思ったら超気持ちいいし最高、本当に最高。のんびり気持ちの良い時間を過ごせたので、本当にいいリフレッシュになりました。そして女王とか、ロイヤルの皆様の気持ちもほんの一かじりしたような気分でとても光栄です。ということで今回はこの辺で、またね、バイバーイ、ごきげんよう。